ギルマー軍はアメリカ合衆国ジョージア州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は28,292人であり、2000年の23,456人から20.6%増加した。軍庁所在地はエリジェイ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ギルマー軍は1832年12月3日に設立され、 軍名は、ジョージア州知事を2期務めた、ジョージ・ロッキンガム・ギルマーにちなんで名付けられた。南北戦争が起きると、ギルマー軍の男性の多くがその農場を離れ、南軍のために戦った。彼らは、軍内や周辺軍で立ち上げられた中隊や自警団に参加した。急個中隊が記録に残っている。南軍に従軍した最年少兵士は、 エリジェイ出身のデイビッド・ベイリー・フリーマンだった。1862年5月15日、兄と共に、ジョージア第6期兵隊リー中隊に入隊したのは11歳の、誕生日まで2週間の日だった。リトル・デイブと呼ばれ、古敵隊や伝令ではなく、実際の兵士として戦った。チカマウガの戦いやアトランタ方面作戦の戦いに参戦した。戦争の影響は大きかった。 北ジョージア山岳部の荒々しい地形が北軍よりの者の、南軍の脱走兵、さらには軍隊に徴兵されることを忌避した者たちの隠れ家になった。ジョージア州は南軍周兵部隊を組織してこれらの者たちと戦った。1864年、山岳部にいる者たちを組織して北軍よりのゲリラ部隊を結成する動きがあり、ジョージア第一不評連隊と呼ばれた。 彼らには武器や装備が供給された。周兵が北軍寄りの家庭から盗んだように、彼らは南軍寄りの家庭から馬やラバを盗んだ。入隊条件としてジョージア州内でのみ活動することに合意していた。その結果この部隊は連邦政府に認知されることはなかった。1864年11月5日、ジョージア第一不評連隊は、 ギルマー軍バックタウン近くを襲撃し、馬やラバを盗んだ。ここで、南軍周兵部隊と遭遇し、バックタウンの戦いが起こった。北軍ゲリラの21名が捕虜になり、他にも死傷者を出した。捕虜の中に、地元支援者のリストを持っている者がいた。捕虜の数人は、南軍脱走兵であることが判明し、11月7日に、ゲインズビルで処刑された。この戦争は、 戦後も長くギルマー軍に深い傷跡を残すことになった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は431.83平方マイルであり、このうち陸地426.69平方マイル、水域は5.14平方マイルで、水域率は1.19%である。アメリカ国道ジョージア州道以下は2000年の国勢調査による、 人口統計データである。ギルマー軍は3人の委員による、軍政委員会が統治している。その他に選挙で選ばれる役人としては、保安官、県人判事、治安判事、裁判所事務官、税務委員、検視官がおり、すべて共和党委員で占められている。1988年までは、単一コミッショナーが統治していた。この年に5人の軍政委員会に修正され、委員会が、 日々の管理のために、軍マネジャーを雇用した。1996年1月1日から、現在の3人委員会になった。毎年10月半ばに、リンゴ祭が開催されている。軍内では、ビッグポプラと呼称される黄色のポプラ種が見られる。高さ100フィート、基礎の胴回り約20フィートにもなる。その自生地には、チャタフーチー国立の森にある。 ベアクリークトレイルから行くことができる。ありがとうございます。